皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルMチャンネルの矢野マンです。そうです。今回ですね、福島県会津若松市、はい、来てます。で、いろいろ祈りの里、会津、祈りの里、祈りの里、祈りの里、会津村、はい、っていうところにね、来てます。で、磐越道かな、うん、高速ずっと走ってると、ね、観音様が見えると思うんですよ。会津若松らへんでね。うんうん、はい。で、その観音様がある、はい、ところです。はい。はい。中もね、結構広くて、うん、そうですね、花とかも結構いろんな花咲いて綺麗らしいんですよ。うん、で、施設もたくさんあって、見どころ満載な村になってる、はい、らしいんで、ちょっと見てこようかなと思います。はい。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ行きます。はい。行ってきます。で、今駐車場にいますんで、はい、で、駐車場にからね、この観音様がもう、でっかく見えるということで、はい、じゃあこっちが入り口になってますんで、とりあえず中に入ってってみようかな。でも佐保さん、はい、行きます、はい、いっぱいね見どころありますよ。すごいね。すごい観音様に登れるの。そうだね。この人は、この人がすごいじゃん。結構大きそうだね。大きそうだ。で、入園料がね、500円、ね、はい、かかります、はい、じゃあ入りましょう。じゃあ早速中の方行きます。はい。滝行きたいね。ああ、滝行きたい、うん、いっぱいいっぱいあんだね。見るところがある。うん、結構広い。うん、広いわ。ぐるーって回ってみる。そうだね。あ、すげえな。ここが気になるな。パワースポット巡り。大庭園のパワースポット巡り。結構あれかも。あ、すげえ。写真撮りたいかも。めっちゃ綺麗じゃん。え、広くない？うん、最高広いね。ちょっとあの塔が気になる。うん、あの塔気になるよね。ぐるーっと回ってみない？この塔。そうだね。とりあえずじゃあ回ろう。で、最後に観音様に。あ、いいね。そうしますか。じゃあここめちゃくちゃいいよ。いいね。ここ展望台スペースなのかな、これ。そうだね。で、こういう休憩所があって、ここからいろいろ景色見渡せるんですけど、あの塔もあるし、ここから観音様見るのが一番いいんじゃない。確かにね。このくらいがいいかな。すごくいい。ここ、ここから写真撮りたいな。他からも写真撮ってみようか。うん、で、多分そっちにずーっと歩いていけるのかな。そうだね。そんでぐるっと降りて、その塔に行って、うん。で、あの橋渡りたいね。あの赤いやつ？あと、あの池を見つつ。この赤いやつか。あ、あの池ね。池を見つつ橋渡って、はいはい、で、ぐるっと戻って、そっか。そんで最後観音様のとこに、ふもとに、金沢のふもとに行くような感じにしますか。はい、今下ってきたね、なんか。はい。お堂が。ありますね。あります。あ、なんか書いてあるよ、説明文。厄除け。ほんとだ。厄除けだね。うん。難しい名前だね。このEっていうのがあれかな？入り口のとこでもらえるパンフレットに書いてある番号。うん。ああ、そうだね。木彫りがやっぱりすごいね。横の、うんうん、狛犬さんなのかな。あ、そうだね。ここね。じゃあお参りさせてもらいましょうか。お参りしていきましょうね。はい。じゃあお堂から少し降りたとこですけど、はい、観音様とね、あの塔が一緒に写真に収められる場所かなって。ここもいいね。うん。で、この看板があって、祈りの里美術館って書いてある。祈りの里美術館ですね。どうする、マサボさん。とりあえず、こっちの塔行こうか。うん。塔行って、下に行って、池取るから、うん、まあ、池取った時にその美術館のところも行けんのかな。そう。とりあえず、塔に行こう。そうだね。ここいいぞ。塔と観音様が一緒に映る。三重の塔。
ここ A、 パンフレットの A の場所かな、うん、っていうと、そうですね、三重の塔、子孫繁栄です。わー、日陰、気持ちいい風、気持ちいいね。ここもすごいね。あー、すごい、とても立派な作りですね。ここでストップなの？あ、ここでストップか。じゃあ結局ここから先の、あ、小道みたいなの乗ってる、そこ。あ、小道はある。ここからも行けるかも。あ、小道になってんのかな、石の道で。なんかそのお花のシーズンとかここ歩くようになるのかな。うん、うん、確かにそうだ ね。じゃあここもうちょっとお参りして、そうだね、下行きますか。はい、あ、来ましたね、僕が一番見たかった、このマサボさんが一番お気に入った、一番見たかった、このおねむの、おねむの人見たかったっすね、これ。無病息災。ああ、すごいね、ちょっと漢字が難しいです、ね、ああ、お釈迦様の姿だ。この聖地を訪れた方々が運気を好転し幸せになっていただけますよ、すごい、心より。めっちゃいいじゃんね、一番見たかったです。お釈迦様なんだ、大きい、ああ、かっこいい、すごい、すごいね、すごい。これあれだし、お釈迦様の足に触れるんだって。あ、そうなの？書いてある。このお釈迦様の足の裏に触れ、病気せず健康でいれるようお守りください。へえ。あれなのかな？そうだ、そっから回っていいの、じゃあ。これだ。あ、そこに触れるんだ。本当だ。失礼します。病気しないようにね、健康でいつまでもいれるように。こっちから見るとかなり迫力あるよ。ある、かなり。いや、すごいね。すごい。いや、なんか本当にあの気持ちがね。確かに確かに。いい気持ちっつうか、そのすごい。絶対病気しないぞって気持ちになるよね。確かに。もそもそも、うん、触ってみたら。うん、触ってみます。すごい質感だ。すげえ。触り心地がなんかすごいよね。皮をなんかいただきましたね。ね、そんな感じするね。でも、サボさん、記念に一緒にお釈迦様と撮影して次のところに行きましょう。今池の方まで来たんだけど。はい。花咲いてる。あ、本当だ、花咲いてる。すげえ綺麗。これ何の花？何の花なんだろうね。すごい綺麗。すげえ綺麗だね。分かる方教えてください。何の花なんでしょう。めっちゃ綺麗だな。あ、そうだね。いっぱい咲いてるわ。ピンクのとかもあるし。すごい綺麗。そしてあっちにまた違う花が咲いてる。いっぱい咲いてるね、ここね。あの花なんだ。あ、なんか見た時これか。これ何の花だろう。でかいね。でかい。これ何のお花なんだろう。初めて見ました。綺麗だな、これ。うん、水の音もいい感じで。ね、すごくいいよね、水ね。あ、あの橋のとこにもさ、なんかお花咲いてるよ、同じような。あ、本当だ。あれ、ここでなんか綺麗だな、池が。あの太陽の光とさ。そうだね、いい感じに。ちょっと写真撮りましょうか。そうだね。はい、橋まで来ましたね、なんか。ふ、あ、鯉かなんかがいるみたいです、ね、あ、そうなの。あ、餌売ってんだ。100円だって。へえ。あ、いいね、ここの。あれが滝なのか。さっき奥にある。すげえ。あ、綺麗綺麗。あべえ、会津が見える。若松。あ、すごくない？はい。あ、本当だ。あっちに滝ありますね。このね、奥に大きい滝ある。すげえ綺麗だな。水すげえ綺麗。
すげえね。こっから見る観音さんもいいね。うん、いいね。すごい、なんかめっちゃ癒される、ここ。あ、町が見えるよ。そう、会津若松がめっちゃ見える。じゃあちょっと滝の写真撮ったら、そうだね、観音様の下まで行ってみましょう。うん、はい、じゃあ行きましょう。これもさ、あそこが美術館だね。そうだね、橋のちょうど歩いてきたところがあるかな。これが橋だから、そう、美術館。あっちも早吹きの建物とか。あ、本当だね、あっちも。ここにもなんかあるね。H？ あ、パンフレットの番号？あ、ほんとだ。夫婦円満。龍神池、浮気封じ、夫婦円満。いっぱいいる、はい。あ、ほんとだ。めちゃくちゃいっぱいいる。濃い。すごい。あ、そう。あ、ここ結構いいよ、景色。あ、めっちゃいいじゃん。ここからあの橋すげえいい。うん、ここで写真撮るのもいいな、うん、こういう風にね、マサボさんを入れて、うん、どうします？じゃあここでまあとりあえずお参りして、うん、行きましょう。はいはい。じゃなく滝だね、ここが。そう、せっかくなんでね、さっきの朝赤橋から中近くだから、うん、行ってみますか。あー、涼しい。涼しいね。上に吾妻屋みたいなのがある。あ、ほんとだ。けど綺麗。綺麗だね。うん。あー、涼しい。いいじゃん。いいね。じゃあ、戻り方向？はい、じゃあもう、いよいよ。そうだね。観音様のふもとに。はい、行きます。めっちゃ迫力あります。下まで来たけどね。すごいね、すごい。うん。あ、お土産？うん。あ、お守りとかか。すごいね。目の前ですね。うわ。大きい。すごい大きい。中も結構多いわ。ね。ここで参拝できるんだね。そうだね。わ、失礼します。で、あの、観音様の上に階段で登れるらしいですね。でも今日はちょっともう時間が押しちゃってるから、そうだね、観音様の上はまた今度ということで。ここまででじゃあ、お参りしてるね。そうだね。じゃあお参りして戻りましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今、はい、行って帰ってきました。行きましたね。いや、中はねすごく広くて見どころがたくさんありました、うん、そうだね。ね、うん、で僕らはねちょっと時間は今おっしゃってるんで行かなかったんですけど、はい、あの観音様の中、そうですね、入ってこう階段で刀のとこまで行けるのかな、うん、でそっから景色見れたりします。あと美術館とかね、中行ってないとこもいろいろありますんで、はい、ぜひ気になった方いましたらね、会津村に来ていただきたく思います。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では乾杯、はい。